私は誰も守れないの。もう。一人にはさせない。カバ。クリア。レディ。私たちナノマシンがなくてもいけるわね。マンデスは多分相手のナノマシンを利用して行動を操っていたんだ。体内にナノマシンがなければ操ることはできない。じゃああなただって。俺の体ナノマシンが入ってないんだ。え？含む規定の定期注射をずっと避けてた。まさかこうなることが分かっていたの。いや、注射が苦手なんだ。それで自分を乱していたの。みんなのデータ、ウェアラブルコンピューターで掴んでたけど、どうしても遅れが生じてしまって。それでどうでもあなただけ無事だった。ああ、消えた。ジョニー、弾が足りない。大丈夫、トレビンからもらった。ジョニー、そうとも知らず、私ずいぶんとひどいこと言ったわ。いいんだ、いつもお腹の具合が悪いのもナノマシン制御がなかったから。だけど注射嫌いのあなたがなぜ私の舞台に。君のそばにいたかった。君を守りたかった。ジョニー。メリル、ずっと好きだった。モセスの独房で初めて君を見た時から。メリル、結婚しよう。こんな時によく言うね。どう言えばいい。いいえ、そういうのは嫌なの。結婚しない主義なの。じゃあ、婚姻届は出せない。ダメ。なら一緒に暮らそう。どうだ。ダメ。メリル、これじゃダメかい。いいえ、私流にしたい。ジョニー、私と結婚して。え？もう一度言うわよ。私と結婚しなさい。こちらこそお願いします。気は許さないのよ。もちろんさ。それと結婚式はちゃんとあげてよ。子供の頃からの夢なの。そのためにもジョニー、必ず私を連れて帰って。